おはよう。テラちゃん。テラちゃん。この時間は雑誌週刊文春電子版コンテンツディレクター村井源さんに今日発売の週刊文春から記事を紹介していただきます。村井さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。村井さんが担当している週刊文春電子版、一日早く記事を読むことができますよね。はい、発売日の前日の12時にですね、読むことできますので、雑誌より早く読みたいという方はぜひ電子版の方もチェックをしていただければと思います。はい、さあそれでは今朝もですね、記事チェックしていきましょう。まずはこちらから。東大殺傷犯、神童は授業中に手首を切った。今年の大学入学共通テスト会場の東大で受験生ら3人を次々と襲った17歳進学校に通う真面目な少年がなぜこういう犯行に及んだのか、まあ、今回週刊文春その過程をですね、総力取材しています。村井さん、どういう少年なんでしょう。はい、この A ですけれども、7回進学校の、ね、東海高校に、まあ、通っている学生なんですね。はい、まあ、どんな人生を歩んできたというかということで、まず中学時代に話は遡るんですけれども、はい、この A のですね、中学時代の同級生の母親によるとですね、中学時代は A は吹奏楽部に所属をしていたそうですね。はい、でこの学校の関係者によるとですね、吹奏楽部28人いたそうなんですけれども、男子生徒はこの A も含めてわずか2人だったと。で A はですね、まあ、その学生の中でも積極的に友達の輪に溶け込むような社交的な生徒だったと。はい、村井さん、今の話だけ聞くとまさかあのような犯行に及ぶ人間には思えませんよね。はい、そうなんですけれども、この明るい一面がある一方でですね、この A には時折ですね、この一つの物事に対する執着心みたいなのが結構顔を覗かせてくるんですよね。でこの A がですね、中学3年生の時なんですけれども、この国語の授業があったそうなんですね。はい、でその国語の授業で古文の暗唱をするという、まあ、課題が課されて、でまあ、あの A も発表したんですけれども、はい、まあ、よくあると思うんですけどね、よそこで噛んでしまって、まあ、うまく発表できなかったと、まあ、そういうことがあったそうなんですけれども、こう A はですね、なんと自分の発表が終わって椅子に座るとですね、突然自分で持ってたカッターでリストカットをその場でし始めたそうなんですね。はい、でまあ、よほど悔しかったのではないかというふうに、まあ、当時のクラスメートは語っていたんですけれども、まあ、かなりちょっと変わった言動をする子どもだったみたいですね。はい、でさらにですね、恋愛でもちょっと不思議な面があったようで、はい、中学校時代の塾でですね、一緒だった B 子さんという方がいるんですけれども、はい、彼女はですね、ずっとその塾に通ってる時から A のことが好きだったみたいなんですね。B 子さんの方が A のことを好きだったんですね。そうなんです。はい、B 子さんが A のことを好きだったんですけど、はい、A の方はですね、その高校に入ってから勉強一直線で、もう全く見向きもしなかったと。はい、なんですけど、突然昨年の6月にですね、今度は A の方から B 子さんに対してですね、まあ、いきなり結婚を前提にお付き合いしてくださいみたいな告白をして、B 子さんはすごくびっくりしたそうなんですね。はい、A はさらにですね、こんなこと言ったそうなんですね。はい、僕の賢い遺伝子とあなたの美貌の遺伝子が合わさった子を作りたいですと。まあ、これね、脈絡があまりにもなくてですね、そうですね、まあ、ちょっと異様な言動だなと。でこのですね、中学を卒業して A はですね、あの東海高校、まあ、進学校に入ったわけですけれども、はい、この勉強に明け暮れる毎日を送る一方でですね、もうここでも意外な一面をまあ周囲に見せていた。でこの東海高校の関係者によるとですね、普段の A はおとなしくて落ち着いた生徒だったらしいんですけれども、はい、まあ、人並みにですね、目立ちたいとか、まあ、その人の前に立ちたいという欲求は持っている少年だったと。はい、でこの A なんですが、実は生徒会長選挙に立候補をしてまして、はい、学校の風紀を立て直すという大きなテーマをここで掲げて、この立候補したそうなんですね。はい、でまあ、スマホの持ち込み禁止とか、はい、この挨拶を実施するとか、まあ、十数項目にわたる公約をですね、まあ、声高にこう掲げたわけですけれども、まあ、全部真面目な感じの公約を掲げたと。はい、でまあ、結局ですね、この生徒会選挙で A は落選してしまうんですけれども、まあ、こうした模範性的なですね、この公約を掲げたことで、まあ、彼の存在というのはすごく有名になったそうなんですね。はい、ということは別にそれで浮いたわけではないってことなんですね。で浮いたというよりは、って真面目なんだな、あいつはみたいな、そういうような感じになったっていう話でしたね。はい、あと勉強はどうだったんでしょう。はい、先ほどですね、この中学時代の、
B 子さんにですね、いきなり告白して振られたという話をお話ししたんですけれども、はい、実はその頃にですからですね、もう学業にもですね、陰りが見え始めていたそうで、はい、で当初、その高校に入った時の、ね、1年の時の学力テストではですね、かなり成績優秀で、最高15位ぐらいまで行ってたそうなんですね。はい、ところがですね、この2年生になると、なんと130位ぐらいまで脱落してしまって、はい、で、まあ、A はですね、まあ、このままだとまずいと、いうふうにこぼして肩を落とすようになっていったというんですね。はい、この東海高校でこの東大の理三に合格するのはですね、毎年1人か2人しかいないんですけども、やはりその東大の理三に入るにはですね、上位の5位以内に食い込むということが最低条件になってまして、まあ、先生と親との三者面談でですね、あの東大の理三は無理だということを、その去年の9月にですね、まあ、宣言をされてしまったと。はい、で、まあ、この出来事がですね、中学時代から振動というふうに目されていた映画。経験した初めての挫折だったんですね。村井さん、逮捕した後、された後の動機にも東大のことって出てきますよね。はい、彼はですね、まあ、逮捕後にもですね、このようなことを、ね、供述してるんですよね。東大の理三合格はおそらく無理だと。で、それならば自殺する前に人を殺して、で、罪悪感を背負って切腹しようと、こんなことを警察に供述してるそうなんですね。で、まあ、東大の遺産を諦めてですね、こう犯行に突き進んでいく A なんですけれども、この行動もですね、またこの勉学と同様にですね、準備も念入りに計画的に、もう一筋に犯行に突き進んでいくような様子が伺われますね。さあ、続いて紹介する記事、こちら。妻は33キロに激痩せ、内村航平モラハラ離婚トラブル。今月14日引退会見を開いた体操の内村航平選手、オリンピックでは個人総合2連覇を含む金メダル3個銀メダル4個を獲得した、もう体操界のキングと呼ばれてきた人物です。その内村選手ですが、モラハラ離婚トラブル、これは村井さん、どういうことなんでしょう。はい、内村選手ですね、記者会見をやったと思うんですけれども、はい、実はあの記者会見をやることはですね、妻の千穂さんと2人いらっしゃる娘さんには全く言ってなかった。あら、そうですか。なのでですね、引退会見の存在もですね、実は家族には知らせていなかったというふうに言われてるんですね。で、この、内村さんですけれども、日体大の体操部で、1学年下だったこの千穂さんと結婚したのが2012年の11月でした。はい、で、当初はですね、非常に円満な夫婦だったんですけれども、妻の千穂さんを悩ませてたのがですね、内村さんのお母さんの周子さん、その嫁姑問題だったんですね。嫁姑ですか。はい。はい。で、この千穂さんがですね、お子さんを妊娠したときに、このお母さんからですね、内村さんの、本当に公平の子ですかというふうに聞かれて、絶句したというようなエピソードもあるそうですね。はい。で、まあ、以前からですね、何かあったら俺が守るよというふうに内村選手もですね、優しい言葉をかけてたんですけど、このお母さんの言葉にはですね、全く怒らなかったそうですね。普通に考えると、この奥さん守る言葉かけてもいい場面ですよね。はい、そう思うんですけど、自分の母親の肩の方を持ったということらしいんですね。はい。まあ、その後もですね、その千穂さん奥様はですね、その心療内科に通い始めたりとか、抗不安薬を処方されて、まあ、服用したりとか、まあ、そういうような状況にあったんですけれども、この一方、内村さんからですね、返ってきた言葉というのが、その理解できないと、で、自分の脳のことなんだからコントロールしようよみたいな、そういう言葉だったそうなんですね。はい。で、まあ、内村さんはですね、まあ、メンタル強いですから、はい、その本当に千穂さんの苦悩が分からなかったのかもしれないなというふうにも思いますね。まあ、今の話が本当だとすると、いや、確かにその大舞台で勝負してきた内村さんですから、内村さんは強いかもしれない、でも、逆にその間でこの弱気と戦ったりってすること必ずあったはずなんですよね。ですよね。なので、まあね、奥さんの、ね、ことも理解できるかなとは思うんですけれども、ね、そうではなかったそうなんですね。で、奥様の方はですね、その内村さんの食事についてもですね、はい、まあ、娘と一緒に食べられるようにというふうにですね、煮込みハンバーグとか、まあ、野菜スープとか、まあ、こう栄養満点のですね、手料理を作っていたそうなんですけれども、はい、この奥さんの作った手料理を見た内村さんはですね、ウーバーを頼んだから、みたいなことを言ってですね、自分の分だけピザとか牛丼とかを頼むとか、まあ、そういうことも、まあ、少なくなかったそう。
ね。いや、ちょっとこの正直言ってですね、その行為は信じられないし、まあ、この自分に当てはまるとそんなことしたらとんでもないことになるっていう。いや、本当ですよね。ですよね。相手の気持ち全く察してないってことですもんね。はい、ちょっとなかなかね、結婚してる立場としてはなかなか、信じがたい言動だなというふうに思ってしまいますよね。逆に意図的としか思えないくらいですもんね。うん、意図的に冷たくしてると思わざるを得ないような言動だと思いますよね。はい、それでですね、夫婦関係の方なんですけれども、去年の11月にですね、はい、いきなりですね、こう内村さんの方からその千穂さんの方にですね、離婚の意思は変わらないというふうに書いて LINE が届いたんですね。はい、でそれまでですね、2人の間ではですね、離婚の話題が出たこともなければ、話し合いもしたこともなかったと。そうだったんですか。にもかかわらず、突然一方的にですね、離婚を告げられて、はい、家に戻るとですね、なんともぬけの殻になっていて、あらららその本人もいないし、荷物もないみたいな状況になっていたと。大変ですね、今、その千穂さんは途方に暮れているという、そういう状況なんですね。はい、村井さん、そんな中、週刊文春の千穂さんに直撃されたそうですね。はい、千穂さんにですね、直撃取材をしたんですけれども、言葉は少なくですけれども、はい、離婚の話は出ていますと。でもその彼が今どこにいるのかすらわからないんですというようなことを語っていました。はい、さらにですね、モラハラ受けたかどうかということについても聞いたんですけれども、はい、私はそう受け止めているんですけれども、あとは夫に聞いてくださいみたいな感じの返事をされて、言葉少なく語っておられましたね。はい、それでですね、さらに内村さんのお母さんにもですね、事実関係を聞いたんですね。はい、そしたらですね、お母さんはなんとですね、誰が言ったんですか、とっても面白いですねみたいなことをね、お話しされたんですね。はい、内村さんご本人は回答をしていただけませんでした。そうですか。はい、今朝紹介した記事について詳しくはですね、今日発売の雑誌週刊文春、または1日早く読める週刊文春電子版、ぜひご覧になってください。今朝のこの時間は週刊文春電子版コンテンツディレクター村井源さんにお話を聞きました。村井さん、ありがとうございました。ありがとうございました。